今年もやってきたね。マインクラフトのスナップショットであるエイプリルアップデートだ。24W14 ポテートと書いてあるね。ランチャーをいつものことながら見ていると、画面をクリックすると、なんてか、毒のジャガイモがぴょんぴょこぴょんぴょこ跳ねるんですよ。もしかしてこれがエイプリルフールの様子ですか？だとしたらしょぼすぎだろ。実際マイクラを起動しないことには、どういうアップデートが来たのかわかんないから、とりあえずマイクラを起動しよう。これがマインクラフト。ポイズナムスポテート。毒のジャガイモアップデートってやつか。なるほどな。毒のジャガイモって確かにマインクラフトの中じゃ全く使い物になんないからな。コンポスターの中に入れたとしても肥料になんないんだから。恐ろしいほど使えないような、そういった類のマインクラフトのアイテムだ。早速、クリエイティブモードで新規作成してみようかな。果たしてどのような世界が待ち受けているのか。チラリ。こんにちは。僕です。ボーナスチェストだ。僕、ボーナスチェストオンにしていなかったんだけど、ガチャ。なるほどな。ボーナスチェストの中には青くなったジャガイモと、それからジャガイモ骨粉と、それから鉄のクワがある。あ？ポイズンポテトプラント。あ？プラントってことはさ、こういうこと？あ、できないか。何に使うんだろうな、これ。よくわからんわ。どうやらこの世界にはですね、毒のジャガイモのディメンションってやつが追加されるらしいんですよ。今回はそのディメンションに行って追加されているはずのボスと戦っていきたいと思います。その毒のディメンションに行くためにはこのポテトアイってやつが必要なんだけれども、これどうやって作るのか予想していいか？多分だけど、エンダーパールと毒のジャガイモだと思うんだよな。じゃあ早速この2つをクラフトしてみるわ。エンダーパール、毒のジャガイモ、あ、なしだったわ。ああ、毒のジャガイモ単体でいいんだ。これでポテトアイができるだし。これを右クリックで、で、こいつが指し示す方向へ行こうか、まず。スサササさ。ポテトアイが示した先には、不思議なダンジョンっぽい、なんだこれ、オブジェっぽいなんかがあるな。この台座みたいなところに、何かを入れるんだろうな。これかな？え、これ、どうやるんだろう。これかな？絶対これだろ。あ、これじゃないんだ。ほい。違うか。なんでメガネかけてんだろう。これかな？ああ、これだわ。多分、レシピ的にブレイズロットと、それとジャガイモを使うことによってできるんだろう。やってみようか。ロットと、あと、これ。こう。あ、じゃあ、ブレイズロット、青くなったジャガイモ。こう。おー、できた。あ、なんか武器になったぞ。これじゃないのか。これでノックバック10、攻撃力11のアホ強武器になったけど、テクスチャ同じなだけで、全然違うな、性能が。じゃあ行くよ。自然の彼方へ、さあ行くぞ。自然の彼方へ。これ古代の残骸だよな。こんなところにあっていいの？めっちゃすごくない？まるでイエローなんたら国立公園みたいな、そんな雰囲気があるけれども。そして地面にあるこのブロックはもしかしてジャガイモだ。テラデポブって書いてるから多分これジャガイモのこと言ってんだろう。僕の予想だとこいつをクラフトするとジャガイモだらけになるわけじゃないのか。これ SCP 思い出すな。SCP-1689 オブジェクトクラスセーフジャガイモ入れの袋っていう SCP に酷似しているような気がする。その SCP はジャガイモがたくさん入った袋の中で、その袋の中にはたくさんのジャガイモが入って無限に取り出すことができる。でもってその袋の中に人間が入ると、その先にはジャガイモによって埋め尽くされた世界が広がっているらしい。どうやら無限増殖するジャガイモによって世界が覆われた NK クラス世界終焉シナリオによって終焉した世界に繋がっている、そういう SCP なんだけれども、多分この世界はその SCP-1689 によって色々どうなっちゃったかみたいな、そんな感じの世界に似てるなって思ったけど、多分意味はないんだろうな。なんだあれ、なんか変な、あ、トキシフィンスラーブスポーン、多分毒ハーフスポーンなんたらって感じか。一旦ここにスポーンポイントセットして、この人と戦ってみるね。やっほー、いったいった。攻撃食らったらマジか。ウィザー状態と毒状態になったぞ。相当毒なんだな。だから毒のジャガイモなんだな。なるほどなるほど。じゃあ一旦ここでサバイバルをやってみたいので、武器をクリエイティブで出しますね。それでは早速この世界でサバイバルやっていこうかなって思うんだけれども、早速黄昏の森で見たような石垣の迷路がありますね。この迷路は何でしょう。ダメージ、あ、壊してもダメージは食らわない感じね。この迷路の上の方にね、村があった気がするんだよな。硬くね？クソ硬じゃん。これは？これ、ツルハシか。全体的に硬いですね。鉄のツルハシで削っても、まるで丸石のツルハシで石を削っている時と同じような掘ってる時の硬さな感じがあるな。シャベルか、これ。あ、シャベルだな、これ。ツルハシじゃないのか。こんにちは。これ村だな。
じゃがいもでできた村だ。やっほー、ちら。あー、じゃがいもでできた、あ、わかる。これあれだろ。じゃがいもの目だろ。じゃがいもってね、目に毒があるからね。多分、その目をアイテム化したんだろうな。うわ、きーも。攻撃はできない感じか。見た目はじゃがいものように見えるけれども、中身は村人みたいだな。お前は？お前は腐りかけのじゃがいもか。全体的にただのじゃがいもというよりかは、目が生えたじゃがいもっていう感じだよな。じゃあこの世界の男女行こっか。確かね、コロシアムっていうタイプの、そういう建造物が生成されるようになったらしいので、そこに行ってみましょうか。動画では言えないけれども、特別なルートを使って、ここのダンジョンに来てみましたけれども。な、爆発したぞ、あいつ。危な、危な。このエンチャントされたジャガイモを取りましょう。あ？なんだ？毒？衝撃吸収、不運、幸運。なんだこのデタラメなステータス効果は。ふざけんなよ。もっとなんか、マシなのなかったのかよ。上位の金リンゴの方がよっぽど良かったな。見た目に惑わされたわ。完全に意味ないわ。不運に幸運に。これで相殺されてるし、毒も食らうし。意味ないじゃん。ただのデバフ効果じゃん。最悪だわ、騙された。じゃあ、この内側にいるはずのボスさんのことを倒していきましょうかな。相手はスライムのような見た目を。うわー！さすがに強すぎ。一撃で鉄フル装備がワンパンで死ぬほどの強さってことは、ネザライトぐらいが多分ちょうどいいんだろうな。そして、このボスの名前はメガスクッドポテトロードオブザフライドレジンズ。なんて名前だ？意味わからんぞ。多分、ジャガイモの王様みたいな、そういった類の名前なんだろうな。で、こっち側には機関ポータル用のやつがあるぞ、これ。多分、行く時に使ったあの変なロッドみたいなやつ右クリックしたら、こっから外に出ることができるんだろうな。まあ、まず、あいつと戦ってみようか。至るところに機関用のやつがあるけれど、なんだ、なんだ、なんだ、ハーフブロックみたいなやつが、僕に対して攻撃をしてくる。あぶな。かさ、危ねえな。じゃがいもの王様なんか、大丈夫か？変だぞ。変なエフェクトみたいなやつを、君、体にまとっていなかったか？体力自体は、クソ高いな、お前。ダイヤ剣でこんだけ殴っても、こんな削れないってことあるか？このダンジョン自体は、多分、ネザーにあるさ、ピグリン要塞、あれを元にしているんだと思うわ。で、こいつもそんなに、ま、強い、あ、攻撃が食らわない。で、光ってるモブが現れたな。アルマジロか。多分だけどこれさ、周りにいるこの光ってるモブのことを全員倒さないと、こいつにまともにダメージを与えることができないとか、そんな感じの仕様だったりしないか？モッドじゃねえか？でも、エイプリルフールだから、そのぐらいのデタラメ仕様はいいのです。スライムみたいな見た目をしているが、なかなか面白いね。うわ、ジャガイモのゾンビがやってきた。なんだお前、やるってのか？やるって、あ、お前味方のことを殺すなんて、なんて野蛮な。くらえ！削る中で、当たって、で、つい、まっから、かけるガーディアンスたちも、あっ！な、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 お前、な、な、お前、キモ、キモ、毒蜘蛛？ジャガイモの毒蜘蛛？毒のジャガイモ蜘蛛？うわっ！あっ、ちょっと待ってください。なんか、周りのガーディアンが、キモいです。周りのガーディアンが、気持ちが悪い。こっち向け！こっちを向けてんだよ！出てきたのは、ストレイかな。ストレイのような、ジャガイモのやつです。もう、モブがいすぎてさ、音が鳴りすぎて、ところどころ無音になっちゃってんじゃん。マイクラってね、一度に鳴る音ってね、限りがあるんだよ。だから、一度にたくさんの音を鳴らしてしまうと、効果音が消されてしまう。周りにいるガーディアンみたいなやつのせいなんだろうな。こいつら、僕に対してデバフを与えるけれども、それほど強い攻撃はしてこないから、あんまり意味ないですね。これでまた、爆発させて処理した方が早そうだ。水が周りにあるのもすごく戦いづらい。水を先にスポンジかなんかで消した方がいいかもしれませんね。全部こいつの体力を削って次に出てくるボスが何だと思いますか？皆さんはコメント欄で予想してみてください。あ、最悪、普通にピグリンブルート出た。お前らこそ普通に毒のジャガイモっぽい見た目になっとけよ。ふざけんな、お前たち。くっそ。本来であればこの場所ピグリンブルートたちの巣だからな。そりゃそうだわ。最悪すぎる。一旦上位のキリンゴ。ネザライトだと僕が普通に死にそうだ。くたばれ。くたばれ。くたばれ。早く死ね。よし。よし。いやー。はあ。あと一体。これきついな。エンドレアウィザーなんかよりもよっぽど辛い。お前なんかちっちゃくなってない？そんなことない？いや、ちっちゃいな。はっ。ああ、疲れた。
移動速度が速い、すばしっこくなっている。周りのガーディアンが超キモい。あっ、ちょ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 、もうガストたち、ガスト。でもこいつら火の玉撃ってくるからな、適当に跳ね返していれば勝手に死ぬでしょう。ここら辺はもう楽勝ですよ。ほら今見た3連チャン、よしよし、これであのジャガイモのボスに対して攻撃を与えることができるようになった。もうダイヤモンドの剣よりも斧の方が火力出るな。よく見たら足場ブロックも壊されてる気がするわ。ちっちゃ、急にちっちゃ。ああ、何お前、なんか紫色の変なのがいる。紫色のクソ変なやつがいるんだけど、お前たちはどうやって倒せばいい？一体ずつの体力はどんぐらいだ？エルダーガーディアンと同じくらいか。見た目がハーフブロックと同じくらいになっているせいですごい当たり判定が分かりにくいぞ。お前いつまで死なないんだ。体力がさすがに多すぎるし、見た目が分かりにくい、当たり判定があまりにも小さい。死んだ。あー疲れた。これで全員だな。あー疲れた、ほんと疲れた。どこ行ったボス。お前小さすぎる、小さすぎて場所が分かんなくなる。見た目がジャガイモだからさ、周りに溶け込んでどこにいるのか分かんないんだよ。今度はそっち、ちっちゃいな。ジャンプもしないでほしいし。あ、分かりにくい、全然攻撃が当てられない。こいつダメージを与えれば与えるほど小さく、そして身軽になっていく。すごく気色が悪い性能をしていますね。もうそこにいろ、そこにいろ、そこに、くっそ、めっちゃ疲れる。早く、死ね。ちょっと！そっちに行かないで。あまりにも小さすぎるよ、あなた。どうすんの？次、これ以上小さくなったら、さすがに見つけることができないよ。お前はブロックか。わかりにくいな、本当に。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、何ですか？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 一旦隠れる、一旦隠れる、一旦退避。なんだ？でかいだけだ。こいつら、でかいからさ、僕がこういう小さいところに行ったら、攻撃当てられないじゃん。ただ弓を撃ってるだけでこいつら死ぬな。ラスト一体。音が鳴りすぎて逆に音が聞こえない。よし。これで全員倒した。あとはスライムのお前を、一撃で倒してやるからな。わかんなくなっちゃった。わかんなくなっちゃった。相手このまま潜伏。潜伏するつもりか？だとすると、ちょっと賢すぎるな。僕みたいに。プレイヤーらしくさ、先生堂々戦ってみたらどうかね。よーし、これでここから出られるゲートのこの鍵を手に入れることができるってことか。じゃあ現世のゲートこうかな。よーし、これで脱出と。素晴らしい、面白い。ボスの性能は最悪だ、強いって意味な。ここに出るんだ。じゃあエンドだね、これは。ここでエンダーアイをやったら、ここ多分消えちゃうだろう。エンダーアイやってみるわ。ポンポンポン、ポンポン、ポンポンポン、ポンポンポン。あ、壊れちゃった。じゃあ、この中入ったら普通にエンドだな。他のエイプリルフールの様子に触れていこう。ポテイトのアップデートによって、新しいいろんなアイテムが追加されております。今回はそれらのアイテムの中で、ひときわ面白いなと思ったものだけを紹介しておきましょう。それはですね、こちら。フライターというアイテムであって、このフライターというアイテムは、もしかすると、次のアップデートあたりで追加されるんじゃないかな。いや、追加されてほしいと心から願うばかりの、そんな神アイテムです。どういったアイテムかというと、こいつはですね、ブロックを移動させることができます。まあ、実際にやってみましょうか。まず、このフライターの赤色の面、ここにレッドストーン信号を置きましょう。そしたら、こっち側の、この粘着ピストンみたいなところに接着されているブロックが押されていきます。こいつは便利。これでもう、あれだ、クリエイト元とかにあるような飛行機とか、あと、滑らかに動くギミックみたいなものが作ることができるようになったってことだよね。完璧。しかも、ブロックとしての当たり判定は、とても、しっかりしてる。なんかガクガクして落ちたりとか、そういったクソみたいなことにはならない。完璧だ。じゃあどうやって止めるかって？簡単。このフラタットっていう白色のブロックを空気中に置きます。するとこいつが合体して止まるんですね。これは空気中に置くことができるブロックなので、たとえ目の前にブロックがなかったとしてもブレーキをかけることができるってことだ。素晴らしい。それからこのフライングポテイト。こいつはフライングするポテイトです。ハイピクセルサーバーとかにあるようなグリッピングフックってあるじゃん。あれと同じようなことができる神アイテムです。これ追加してほしいです。
以上、エイプリルフールのアップデートでした。ジャガイモに関する様々な要素を追加するこのマインクラフトのアップデートは、まさに神アップデートと言っても差し支えないでしょうね。皆さんもぜひ、4月1日から4月何日かの間やってるであろう、エイプリルフールアップデート、体験してみてください。そんじゃまた、さようなら。